えー、レック試験対策講座の選び方論述編ということで私担当講師の大森智美と申しますよろしくお願いしますはいそれではですね早速なんですけども論述試験対策講座ですね国家資格キャリアコンサルタント試験ということで、えー、レックでは三種類の論述試験対策講座を、えー、提供しておりますじゃあこちらご紹介していきますえー 国家資格キャリアコンサルタント試験論述試験対策講座、えー、通信ウェブとオンラインズームの通学ということでね3種類作っておりまして、えー、通信ウェブでは一級技能士が教える内藤講師の論述合格講座基礎編でオンラインズームでは一級技能士が教える内藤講師の論述合格講座過去,編過去問編ってことですね。 で通学では今今のところ関東でやっておりまして論述試験対策藤原ゼミということで藤原先生が担当しております。中身一つずつ見ていきましょうかね。まず3種類がこのようにまあ、通信ウェブですね。まあ一級技能士の内藤講師が教える論述合格講座の基礎編っていうのがこれは通信でこれ全国でねあのオンデマンド形式で見れます。そして オンンラインズームでは一級技能士内藤講師の「論述合格講座過去問編」ってことですね。で「す、えー、すね日程決ままって通学」で「で論述試験対策藤原ゼミ」ということでね藤原先生が経験豊富な藤原先生が独自の切り口で過去問を解説しています。ということでねじゃあ一個ずつちょっと見ていきましょう。 まず「一級技能者内藤講師」の論述合格講座基礎編なんですけどもこちらの内容はこの講座は論述試験に焦点を当てた講座ですが面接試験にも通じるキャリアコンサルタントの本質的なスキル向上を図るために有効です。オンデマンドでいつでもご自身の空いてる時間で学習ができます。 で講義で使用した練習問題3問の添削指導付きということなんですけどもこちらですねあの一級技能士の内藤,先生内藤講師っていうのはですね、まあ、国家資格キャリアコンサルタントの上位の資格のキャリアコンサルティング一級,一級二級技能士ってあるんですけども一級技能士二級技能士の検定対策講座を、ね、あの担当されているほか、まあ、書籍もですね多数出版している講師です。 実技試験の論述試験とはどのようなものかね知りたい方におすすめの講座となってます。まあ、論述とロールプレイはいずれも実技試験でねあの本質的に求められることは同じですので、まあ、クライエントの訴えを正確に把握してでコンサルタントの視点で課題を見極めて気づきを促していくプロセスを対話で行うか書面上でその理解度を示すかが異なるってことですね。 使用教材はですね、えー、使用教材マイページというところにあの動画と一緒にねアップされますウェブアップされますのでご自身でダウンロードして印刷してご受講いただくという形になってます。ます、あ。印刷したものがここにありますのでちょっとどんなものかって、まあ、そんなあのペラペラな感じですけどね「まあ、こう実技の手引」きっていうこちらがあの解説書ですね。こうやってやっていきますよみたいなレジュメですね何ページかで。 で練習問題が別で3問練習問題と解説が入っている冊子があります。であとは、えー、っとこの回回「練習問題1」の回答用紙とか「練習問題2」の回答用紙って3回分ねあの回答してそれを添削がついてますのでこちら 3, 3つついてます。あとは、えー、っとご自身で あその論述添削答案をどうやってこう自分でこの回答を手書きで書いていただいて手書きで書いて、ね、練習もなりますので必ず手書きでこう書いていただいたものを郵送して送ってもらうんですけど郵送して送る時はもう一個の紙があってこういうこ,こ,この紙を切って封筒に貼っていただければ住所を全部書いてありますのでただしねちょっと切手はあのご自身で準備してくださいね切って貼っていただいて送ってもらいます。 そうするとそのあの今度はまたそこから先生のところにデータで行ってそれをまあアップするんですそれをどうやって見るかっていう、まあ、こういうマニュアルがねかあの赤ペン先生してくれたせ、ね、あの自分の採点結果を見る方法っていうのがまあ載ってます。というようなセットでこうダウンロードしていただく。 資料がねこんなとありますけどこちらはご自身で見ていただければと思いますはいではつこれがですね、えー、と時間が大体いい講義時間は4時間ね過去問あの練習問題3問を解説していただいてますねで受講料は一般価格が1万5千円レックの受講生は養成講座受講生は1万2千円です添削指導3回ついてますのでお得になってますね で次の講座が、これはオンラインです。Zoom でその場で質問できるやつですね。一級技能しないと講師の論述合格講これは過去問編ということになります。キャリアコンサルティング協議会で公表されている過去問3回分を使用して、論述問題の分析解説から合格点をクリアする記述方法を学びます。 オンライン双方向の講座ですので直接講師にね質問ができます全国ズーム環境のあるところから受講が可能ですお申し込みの前にですねこのズーム講座利用規約っていうこの隣にある二次元コードですねこ,れここからちょっと見ていただいて規約ちょっと見て注意点ですねを見ていただきたいと思いますあとは講義で使用した 練習問題1問の添削指導付きっていうのがあるんですけどもえこちらですねこれもテキスト先ほどと同じように「実技の手引」きっていうのがありましてでこれあの ID とパスワードズ Zoom なのでお,くお送りするときに「これじゃないな実技の手引」きっていう先ほどちょっと同じテキストなんですけどね。ただ 今回ズームで ID パスワード送るきにこ,の、まあ、これ印刷したものですけれどもデ、えー、デジタルデジタタルルブブッッククっていうんですすかデジタルブックのアドレスが届きますでそのアドレスをクリックするとこれがこうバッと現れてダウンロードできるようになってますので,でこちらはもう1冊にまとめちゃってるんですけど,先ほど実技の手引きっていうのは基礎編と同じテキストが前についていてでテキストのんとに「うん 過去問のね過去問の解答解説みたいな模範解答っていうんですかねそういうものがバーっと解説がついてますのでこちらの解説あとは解答用紙がねあのついてますけども練習問題がねこのあとついていて、ま、あの過去問3回分の解答解説はすごい先生が丁寧にあの全部やりますのでそこでしっかりとあの書く練習もしていただいてで最後に練習問題は添削用の練習問題っていうんかね 自分でこの練習問題を見て、家で書くっていう形で先生作ってますので、で、最後、その集大成ということで、練習問題をつ書いていただいた。それを添削で送っていただくという流れになっています。で、それも添削の先ほどお見せした住所とか入ってあるのを、まあ封筒に入れて送っていただいて、添削していたしたものを後で確認していただく形になります。添削締め切りがありましてね、あの試験が、試験日に間に合うように添削が。 あの決まっている試験日が必ず毎回ありますのであの締め切りがその試験締め切りまでに送っていただければと思います。オンラインズームで4時間やります。過去3回分のねえー、っとやつをじっくりやっていきますのでね。でこちらは一般価格が1万5000円。レック受講生価格としてレックの養成講座受講生ですね1万2000で添削指導は1回ついています。 でこれは過去問編ということですね。過去問はですね、著作権の関係上レックから配布できませんということで、あの直前の3回分がキャリアコンサルティング協会のホームページに公開されていますので、ご自身でダウンロードしてご準備いただければと思います。はい、じゃ次の講座ですね。えっ、ー、と通学なんですよこれは通学。どっかのレックの本校に関東の本校で実施します。日程決まってます。 論述試験対策藤原ゼミということなんですけれども内容が国家試験対策講座の指導経験が長い藤原講師による論述講座ですで論述試験は文章作成力が問われます伝えたいことをどの順番でどのように回答用紙に表現するか悩む方にお勧めします論述とし,してまとめ上げるための段取りやポイント注目すべき点などについて直接指導いたします 講義でで使用した過去問3問3の添削指導付きというここすね。こちらはですね、えっと、使用教材とかは現場で通学ですのでね現地で配布いたしますので、まあ、どんなような、まあ、同じようなレジュメですけどねこういった、まあ、藤原講師用のが作った論述の手引きっていうのとあとは過去問の回答用紙がね3回分ついてましてねこう何回何回何回みたいな回答用紙と。 あとは、えー、っとこれそう通学では,、ね、通学ではあの著作権の,あのウェブ上にあげてはいけないと言われているんですけども通学では配っていいよと言われてましてこちらは過去問同じ中身ですねこれは過去問3回分とあとは解答例みたいなねこちら過去問3回分の解答例がついています。 いいいてただで最終的に仕上げてお家で仕上げてもらうんですけど仕上げてもらったものを送っていただければあの藤原講師が転職しますので。っていうような形で力がつく講座ですねでなんか結構この講座はあのどんどんねあの遠方でも例えば福岡で。 ままるる先生ゼミみたいな形で遠方でもねそういったところでどんどん広がっていこうという形で今広めているところなんですけど今のところはねちょっとあの関東でだけ実施しております。はい、こちらのの講座時時間は4時間はですすね講義プラス演習で,すで受講料は一般科が1万2,000円レックの受講生は、えー、価格としては1万円とかね添削指導3回ついています。 でで検索提出時の注意点としましては、えー、と教材はですね通信ウェブオンライン講座というところね通信ウェブがあの「オンラインスタッド SP」ていうあのマイページというところにありまして一応オンライン講座は Zoom ですのであの ID とパスワードを送る時のメールにデジタルパンフレットっていうんですかねデジタルデータであのアドレスを送りしてそこからダウンロードしてもらう形にしています。 でご自身でダウンロードしてもらってで過去問はキャリアコンサルティング協育会のホームページからダウンロードしてください通学講座当日配布します通信ウェブオンライン講座は回答用紙をダウンロードしてご自宅で印刷していただいて過去問は教材に掲載されている回のみとなりますご自身の回答を記入してレックへ郵送してください通学講座で受講した方も講座中は演習時間がとても短いですので ご自宅に帰ってから通学講座時に配布された回答用紙に記入してレックへ郵送してください。郵郵送送返返却却ご希望の方は別途郵送返却オプションをお申し込くだとい,いうことなんですけども郵送返却オプションっていうのはえっ、ー、とまあ皆さんに手書きで書いてもらった、えー、と回答をですねこうレックの方でスキャンしてそれを あの先生のご自宅にこうメールでお送りするメールっていうかまあ見れるところにねで先生はそこでデジタル形式で赤,赤入れするんですよ。なのでちょっと読めない字っていうよりもあのちゃんとパソコンで作った文字なので逆にそれはよく綺麗に見えると思います。でそのデジタル添削をしてそのデジタル添削をしたものをあのレックでまた今度コピーしてそれを 印刷してですねそれを皆さんに郵送返却オプション申し込んでくれた方には郵送で返却する形ですけど通常はそうデジタルのデータをあのマイページっていうところにねアップするオンラインスタディー SP の方にアップするっていう形ですね。スコアオンラインっていうところがあるんですけどオンラインスタディー SP の下にスコアオンラインっていうのがありましてそちらの方にデジタル添削した結果がアップされます。ね、そここにアップされるるとということでで、まあ、回答用紙、ね、スキャンするので あの薄い字はちょっと読めない場合があるのでねご注意ください。で郵送返却オプションはその赤入れされた PDF を印刷したものを郵送するという形ですね。で次「添削課題の記入は HB 以上の鉛筆またはシャープペン白ご使用ください」って書いてありますけどもこれは間違えた時にちゃんとこう消されてないと添削者もねあの読みづらくなっちゃうので、まあ、消せるように っていう意味ですので、もし万が一ボールペンで書いちゃったんですけど、って言われてもそれは全然大丈夫です。あの修正液で消してもらえればね。パソコン等で出力せず、手書きで必ず提出してください。パソコンで出力回答された答案は採点できませんのでご了承ください。添削締め切り日を過ぎても添削しますのでね。ただ、締め切り日を過ぎて到着した場合は？ 添削データを閲覧できるようになるまでが試験日に間に合わない可能性がありますのでね締め切り日までにご提出いただきたいと思います。ということです。あのちゃんとね試験に間に合わない意味ないですもんね。ということですね。なので締め切り日を持ってみてくださいということです。ははいいそれでででお問い合わせ先ですす、えー、各本校あとレックコーールセンターですね 時間とお電話番号こちらになっております、えー、要請講座終了後ね試験まで、えー、間が空いてしまうので力を落とさないようにさらに合格を確実にするためにレックの試験対策コードご活用いただければと思います。はい、お申し込みお問い合わせはこちらそして試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会の国家資格キャリアコンサルタント試験センターですね。ここの一番下に載っている QR コードですねこちら ご連絡いただければと思います。はい、それではえっ、ー、と今論述のね試験対策講座ということでご案内いたしました。はい、以上です。よろしくお願いします。頑張ってください。